はツイッターで、誹謗中傷。はい、ツイッターで逮捕状が出たっていう話なんですけど、あまりにも、ここの川が音がでかすぎて、いや、っていうかね、セミが鳴きすぎてて、動画撮ったんですけど、全く何を喋ってるかわかんないっていう感じで、ものすごいセミの鳴き声と川のせせらぎとっていう感じですね。なんですわ。まあ、とりあえずね、何を喋ってるかって言ったら、ツイッターで逮捕者が出て、で、まあ、誹謗中傷、誹謗中傷した、来た人が、まあ、まあね、バレて、身元がバレて、逮捕っていう話ですね。だから、匿名じゃないですか、ツイッターも言って。でも、匿名でも逮捕者が出ちゃうっていうぐらいだから、まあ、ね、結構今回はきついあれですね。まあ、ツイッターはこういうことに関しては、誹謗中傷とかに関しては結構厳しいですからね。で、まあ、流れ的に、そのうち、ツイッターだけじゃなくて、YouTube、Instagram、TikTok とか、ちょっとコメント残せるようなとこ。で、コメントする場合、まあ、特にですけど、下手に、そうですね、誹謗中傷というか、まあ、ストレス発散的な感じで誹謗中傷したりとか、あんまりね、煽る行為とか、あんまり変な発言はしない方がいいっすね。っていうか、うん、まあ気をつけ、まあ、普通にね、普通に楽しんでね、会話する分にはいいですけど、あまりにしつこくね、同じようなことでね、何回も煽ってたらね、逮捕されちゃったっていうことが、また出てくると思うんで、皆さんはね、そういうことがないように、ね、まあ、ストレスの吐き打ち的な感じでね、コメント欄はつかない方がいいですね。っていう話ですね。まあ、実際問題も、ストレス発散で使って、いいことなんて絶対ないですからね。そうやったら別になんか、他のことやれよみたいな。一番いいのはね、本当になんか、発散できるようなこと見つけるのが一番いいですよね。はい。いかがだったでしょうか。とりあえず皆さんもね、気をつけて。まあ、やっぱりね、行き過ぎるコメントとかはね、煽りすぎたりとかね、なんか下手なことやりすぎると、やっぱね、逮捕される可能性もあるってことでね、気をつけましょう。